はい、こんにちは、ナワです。今日は車の中をお送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、曇ってます。で、ちょっとね、蒸し暑いんですけど、まあ、昨日よりはいいかな。雨降ってないんでね、洗濯物をね、干しましたけどね、ちょっと乾きが遅いかな。まあ、でも明日ね、もうちょっといいみたいなんでね、明日またもう一回洗濯します。LINE!はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンハーフの娘、ちょっと体調不良です。ってね、こういう話します。はい、私はね、フィリピン人の奥さんとね、1歳、もうすぐ2歳になる娘と3人で日本で暮らしてます。現在ね、まあ、COVID-19 の問題ね、なかなかフィリピンに戻れないような状況になってるんですけど、まあ、しばらくはね、日本でね、生活するようになるんですけど、娘がね、ちょっとね、またね、体調悪くなっちゃってね、それで、保育園お休みのような状態になってるんですけど、ね、なんかね、内科に行ってもね、小児科に行ってもね、ちょっとあまりよくわかんないので、耳鼻咽喉科に行きましたね、昨日、おととい。そしたら、なんかね、喉の、ね、炎症と鼻の炎症がちょっとあるということで、耳がね、ちょっと中耳炎っぽくなってるということで、お薬もらってきたんですけど、なんかね、熱が出たり、鼻水が出たりしててね、風邪薬飲んでもね、なかなか治らないんで、どうなんだろうと思って、まあ、耳鼻咽喉科行った方がいいのかなと思ってね、耳鼻咽喉科を受診したら、まあ、そういうふうに先生が言われました。で、まあ、風邪は治っても、炎症が治らないとね、そこはダメですよってお話だったんで、まあ、しばらくちょっとね、またね、通院するような形なんですけど、まあ、39度ぐらいね、ひどい時に熱があったんですけど、現在はね、37度ちょっとぐらい、ちょっと微熱があるかないかぐらいなんでね、まあ、いい方なんですけど、まあ、しばらくでもね、ちょっと炎症が残ってるんでね、要治療になってますね。で、本人ね、至って元気なんでね、まあ、いいかなと思うんですけど。はい、まあね、娘調子悪かったんで、なかなか YouTube をね、なかなか、撮影できなかったりしたんですけど、まあ、あとね、プレス X 井上さんとこのライブに出てたりとかね、してたんですけど、まあ、ちょっと動画はね、上げられなくてね、一日置きになってしまってるんですけど、まあ、娘の体調がね、また良くなってきてね、そうすればね、また動画も作るようにできると思うんですけど、今日はね、今、娘は寝てるんでね、車の中でまた撮影です。で、ちょっとね、ジメジメしててね、暑いななんて感じですけど、まあ、前ね、よく車から撮ったりとか、ベランダからね、撮影したりしてたんでね、まあ、それはそれでいいんですけど、今日月曜日ですよね、本当はね、保育園ね、本人行きたかったらしいんだけど、なんかちょっとね、かわいそうだなと思って、ただ、他の子たちにね、なんか迷惑かけたりとかね、先生たちにね、負担になったりするとね、申し訳ないんで、お休みした方がいいかなと思ってね、まあ今自宅で療養してます。ただなんかね、意外とね、まあ食欲ある方なんで、大丈夫かなと思ってます。はい、すいません。ちょっとコーヒーを飲ませてください。今日は、プレミアムボスです。よっ、いただきまーす。あ、美味しいですね。はい。よいしょ。はい。なんかいろいろコーヒーね、飲んでます。昨日の、ね、夜ね、ライブさせ、出演させていただいたんですけど、プレス6の方に、怖いホテルの話、フィリピンのホテルの話って言ってたんですけど、私はあんま怖い話じゃなかったんですけど、パロジーさんとか怖かったですけどね。そんなとこでね、まあ、昨日はね、夜コーヒーは、レギュラーコーヒーで入れて飲んだんですけどね。はい、まあ娘ね、もうちょっとね、今月2歳になるんですよ。で、まだ体重がね、ちょっと10キロちょっとぐらいしかないんで、ちょっと平均より低いですね、体重が。で、もうちょっとね、ちょっと食べてくれるとね、嬉しいんだけど、でっかくなってくれるといいんだけど、なかなかね、ちょっと
ここのとこ風邪ひいたりとかなんか体調不良がね続いてたんで、本人もね結構ねあまり体重増えてなくてね、大変だと思うんですけど、まあでも元気なんでまあそこそこいいのかなと思うんですけど、これ元気なくなっちゃうとねちょっとかわいそうなんですけど、でもなんかやっぱりあの結構あの頑固な子なので負けず嫌いのところあるので、あの一生懸命ねまたね、これからまた、元気よくねまたなもっとね元気よくなってくるかなと思うんですけど、意外とね頑固なんですね。なんかもうこの2歳ぐらいになると結構自我が出てきて、意外と、なんだろう、言うこと聞かなかったり反抗期みたいになってきててね、やっぱり、それなりな人格形成になってるのかなと思うんですけど、ただね意外とね素直なとこも少し多少あるんで、まあ言うこと聞いてくれることはと聞いてくれないとこあるんですけど、まあ私の言うことは意外と聞いてくれるんですけど、まあ、だから助かってるんですけど、まあでも意外とまああのあれかな、社交的なとこあるのか、ただちょっとね人見知りが多いので、知らない人はねちょっとね話しかけられたりするとなんか下向いちゃったりするんですけど、これからねだんだんいろんな人とね慣れてのお話できるようになってくると思いますけど、少しずつね喋ってくれるようになります。美味しいとかね、あとタタイとかねママとかね言ってくれますんで、意外といいかなと思ってます。はい、まあ、あとね、まあ、夏休みなんでねどっか連れてってあげたいんですけど、なんかいまいち体調もね良くないし、それとあとね、まあ、奥さんのお休みもなかなか取れないんでちょっと残念なんですけど、夏休みだと本当はね、まあ、いろんなとこ海とかね山とかね連れて行ってあげたいんだけど、なかなか難しいかなと思ってます。まあ来年とか、ね、年末ぐらいだったらねもう少しねこうウイルスがね収まってくればねいろいろね遊びに行けるかなと思ってます。はい、ちょっと暑いんでねエンジンかけてエアコン入れましたけどね、意外と湿度高いですね、ちょっと汗っぽくなってきましたね。はい、家の中ね結構ねなんかねジメジメしてんで、ね、なんか食べ物ねすぐ悪くなっちゃいましたね。カレーライスを作ってもらったんですか、カレーですね、すぐ悪くなっちゃいましたね。だから食べ物ね本当気をつけないとね、ちょっとなんか悪くなっちゃってるもんね食べちゃったりするとお腹壊したりするんで気をつけなきゃいけないんですけど、だから作ったもんねなるべく早くね食べるようにしてます。やっぱりあれかな、なんかジメジメしてるからね、なんかこう気管とかねこの辺がね悪いんじゃないかっていう説もあるし、その辺はね皆さんもね注意した方がいいかなと思ってます。家の中もね なんとなくジメジメしてるんでね、エアコンバンバン入れたりとか、あと空気清浄機ガンガン回してるんで、意外とまあそれで少しは改善されてるんだと思うんですけど、まあ本当にこんだけ雨続くとね、いろいろね大変だと思います。食べ物悪くなったりとか、あとなんか、肌が悪くなったりとか、私もなんかねアレルギーっぽくなってきて、ね、あまり調子よくないんですけど、皆さんもね本当に、ね、気をつけてください。やっぱ人間ってねなんかスタミナが大事なのかなと思って、だからちょっとね体調悪くなっちゃうとね、パワーがなくなってくるとすぐなんかね体の異変が起こったりするので、ね、注意した方がいいですね。やっぱりうちの奥さんはね何でもないんですね。なんかだから私とねうちの娘だけでなんか具合が悪くなっちゃったりするんですけど、はい、まあでもフィリピン人って丈夫なのかな、その辺ちょっと分かんないんだけど、ね、まあ娘はでもねなんかすぐ元気よく復活するんでね、まあそんなに心配は僕はしてないんですけど、まあ信じているので大丈夫かなと思います。はい、これからねまたねちょっと出かけます、車に乗ってね、はい、いろいろ買い物もあるんですけど、子供のね新しい夏の洋服もちょっとね買いたいなと思ってるんですけど、はい、まあ今日はそんなとこでした。本当ね、まだね雨続くみたいなんで、天気予報を見ると来週の水曜日は晴れマークになってるんだけど、ただ来週の水曜日なんてまだ全然10日ぐらい先の話なんで、今から天気予報を見てどうなるか分からないですから、まあただなんかね曇りや雨マークはねずっと続いてるんで、しばらくねこんなねなんか嫌な天気はね続くかなと思うんですけど、皆さんもね体調に気をつけてください。今日はね最後で見てくれてどうもありがとうございました。これからもねよろしくお願いします。さよなら。わさなこ。はい、このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、
それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。